大分国際車椅子マラソンは1981年から大分県大分市で毎年10月末頃に開催されている車椅子マラソン大会である。大分県庁前スタート大分市営陸上競技場フィニッシュの平坦な 42.195km である。ハーフマラソンは同コースの一部を使用しスタートフィニッシュ地点はマラソンと同じ場所である。 フラットなコースであることから早いタイムが出やすく、車椅子マラソン競技における世界記録は男女とも大分で記録されたものである。なお、2010年の30回大会から賞金レースとなった。大分県、日本パラスポーツ協会、日本パラリンピック委員会、日本パラ陸上競技連盟、大分市、大分合同新聞社、大分県社会福祉協議会、大分県、 障害者体育協会大分放送外務省、厚生労働省、スポーツ庁、大分県教育委員会、大分市教育委員会、大分県スポーツ協会、大分県身体障害者福祉協会、大分合同福祉事業団、太陽の家、大分県共同募金会、大分県理学療法士協会、NHK 大分放送局、テレビ大分、大分朝日放送、FM 大分。 大会事務局を置いた県庁障害服しかない大野川が作った三角州の海岸沿いに大分臨海工業地帯として埋め立てられた土地を横断するように設置された県道大材を置いた高線を主に使用しているためいくつかの橋を渡る際に上り下りがあるだけで高低差がほとんどなく海抜5メートル程度で一定しているただし3キロメートル付近にある弁天大橋は 特に上りの傾斜が厳しいため、重度の障害者にとっては 5km 間が門通過を阻む難所である。スタート地点の約 300m 手前大会の共産企業が社会貢献活動として行うボランティアが運営の一翼を担っているほか、海外選手の通訳のためのボランティアが組織化されており、大会期間中のボランティア数は毎回、延べ2000名以上になるという。 スタート地点とフィニッシュ地点が異なるため、選手がスタート地点で預けた日常用車椅子をフィニッシュ地点である大分市営陸上競技場に運搬する必要がある。この作業は陸上自衛隊第41普通科連隊が担当しており、レースを終えた選手がすぐに受け取って乗り換えることができるようになっている。レース前日に大分市内のガレリア、 竹町ドーム広場で開催されている。2010年以降の解説及び実況アナウンサー、車椅子マラソン熱戦を TV 中継、興味や関心高めたい。ありがとうございます。